皆様こんにちは、数学ラブです。三角形の分割線分長さを数学するということで、今回はこちらの問題を解いてみましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿しています。また就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題1番です。こちらの図形の X の長さはいくつですか？答えは X イコール2となります。問題2番です。こちらの図形の X の長さはいくつですか？答えは X イコール2となります。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。この点を A、 この点を B、 この点を C、 この点を D とし、点 A から辺 BC に下ろした垂線の足を E とします。そして BD を延長して、この A からその直線に下ろした垂線との、ね、交点の足を F とします。そうすると角 ABC、 角 ABC、 これ80度になりますね。というのは角 ACB がまず80度ですよね。そして角 BAC、 これが20度ですから、じゃあ角 ABC、 ここは80度になりますよね。ということはこの三角形 ABC、 これは底角が両方80度になりますので、二等辺三角形であるということがわかります。ということは BE の長さは1、この BE ですね、この AE というのがこの辺 BC の、ね、垂直二等分線になっていますので BE は1と求めることができます。ここで三角形 ABE と三角形 BAF を見てみると、AB イコール BA、 AB イコール BA ですね。そして角 BEA イコール角 AFB、 角BEA ですね、イコール AFB、 これは90度になってますね。そして角 AB イコール角 BAF、 角 ABE、 これは先ほどね角 ABC と同じ80度。そして角 BAF、 BAFこれ80度なんですね。というのは、ここの角 BDC、 これが30度ですよね。ということはこちら側対頂角になります。角 ADF 対頂角ですので、ここ30度になります。ということはここが30度で角 F が90度、ということは三角形 ADF ですので、この残りのここですね、角 DAF、 ここが60度ということがわかります。ということは角 BAF は
今求めた60度とここですね、ここが20度ですよね。角 BAC が20度ですので、つまり角 BAF は80度ということでね、角 AB と等しいということがわかります。ですのでこの2つ直角三角形で、斜辺と1つの、ね、A 角が等しいということですから、三角形 ABE と三角形 BAF は合同であるということがわかります。ここから AF の長さが1、ここですね、 AF は BE と等しいですので1と求めることができます。そうすると三角形 DAF、 これは直角三角形ですね。ここが直角、そしてここの角 ADF、 これは30度、そしてここの角、角 DAF は60度、ということでこれ直角三角形ですね。ですので今この AF が1と分かってますから、この求める X、 つまり AD の長さというのは、AD イコール X イコール2と求めることができます。では問題2番がなぜそうなるかを見ていきましょう。この図のこの点を A、 この点を B、 この点を C、この点を D とし、 A から辺 BC に下ろした垂線の足、ここを E とします。そして BD を延長した直線と A から下ろした垂線との足との交点を F とします。角 ABC は70度、角 ABC、 ここは三角形 ABC を見ていただくと、角 C が70度、そして角 BAC が40度ですので、残りの角 ABC、 ここは70度ということがわかります。ここから底角が等しいですので、三角形 ABC は二等辺三角形であるということがわかります。ですので BE の長さはルート3ということがわかります。この直線 AE はですね、この辺 BC の垂直二等分線になってますのでね、BE の長さはルート3であるということがわかります。では三角形 ABE と三角形 BAF を見てみると、 AB イコール BA、 AB イコール BA で、角 BEA イコール角 AFB イコール90度、角 BEA と角 AFB、 これ90度になってますね。そして角 ABE、 角 ABE、 これは先ほどの角 ABC と同じですので70度ということがわかります。そして角 BAF、 BAF というのは、ここの角 BDC、 これが60度ですよね。ここがね、それの対頂角、こちら側、ここ、角 ADF ですが、ここは対頂角ですので60度になりますね。そして角 F が90度ですので、ここの角ですね、角 DAF、 ここは30度ということがわかります。ここが30度ということは、角 BAF は40度足す30度ですので70度ということで、角 AB イコール角 BAF、 つまり70度という式が成り立ちます。ですので三角形 ABE と三角形 BAF は直角三角形で、斜辺と一つの A 角が等しいということですので合同であるということがわかります。ということは AF はルート3、ここですね、 AF というのは BE と等しいということですので、
BE の長さは先ほどルート3と出ましたから、 AF の長さもルート3であるということがわかります。そして三角形 ADF を見てみると、三角形 ADF、 これ直角三角形、角 F が90度ですね。そしてここ、角 ADF は60度ですね、対頂角。そして、角 DAF は30度になりますので、30度、60度、90度の直角三角形であるということですから、この AF が今ルート3と分かっていますので、この X つまり AD の長さというのは2ですね、2と求めることができます。いかがでしたか？今回は三角形の分割線分長さについて考えてみました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまっておりますので気軽にお寄せください。 X もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。